はい、どうも、ハリウッドでーす。セゴードン、ドン。ファイナルファンタジー3の続きをやっていきたいと思います。正直な話、竜騎士を選んだのはかなりミステイクだった気がするんで、まあ、多分、成功法でこの城の真ん中を行っても、やっぱり入れないと。で？なんで王様が通せと、ああ、そうか、下から、なんか、下の方から入るのかなと思ったんですけど、普通に、成功法で入れる流れに変わったんですね。さあ、これを待てと。しかもお休みしてくださいと。なんか寝たら、そのままどっか、あ！ちょっと背中合わせやん。なんか罠な感じがして怖いですけどね。やられるんじゃないですか？おっと？なるほど。こっちの方が、なんだか怖いと。やっぱり向き合って寝るっていうのはファイナルファンタジーでの、ほら、やっぱ来た来た。猫みを襲うよ。王様がナイフを持って襲ってきた。王子死ぬのだ。王子って。大臣ギガメスが現れて、どういうこと？さあ、何をしろ、王子を殺せ。ぐさ！う！王様は自らナイフで刺した。う、これでもう操られんぞ。くっそ、なぜ俺の術が破られた？なるほどっすね。ものすごい急展開っすね。あ！これガルダさんが出てくるんですね。で、本当だったら、ここで、実際のところ、竜騎士にならないといけなかった気がするんですけどね。つえ！チートじゃねえ。いやー、ここでガルダがもう出てくると思ってなかったんで、全員竜騎士になっとかないといけなかった感じなんですよね、きっと。どれくらい？おー、強え！ 600 か。これってやり直しなんですけど、いや、ちょいってことは、一応全員、竜騎士にした方がいいのかな？ただ、アイテム欄に余裕がないんすよね。で、シーフも竜騎士にして、これ全員竜騎士の方がいいんすかね？で、武器が足りんすけど、武器が足りないけど、大丈夫なのかな？一応、全員、竜騎士に、戻せないっすけどね。まあ、まあ、武器、アイテムというか、武器問題も、武器の数もあるんで、一応これで行ってみますか。で、ジャンプするって流れになると思うんで、貴重なポーション。で、まあ、これでちょっと一回行ってみて、で、竜騎士に変換したセーブを作って、ちょっと一回トライしてみましょうか。ガルーダ相当強いんで、多分電撃攻撃を、ジャンプしてかわせってことを言ってると思うんで、そこをうまく調整じゃないですけど、そんな調整できるほど、
うまくできるとは思えないですけどね。さあまた寝て襲ってくるんで、しかも急なんかこうなんかこう結構大規模なとこなんで、そんないきなりボスにたどり着くのも時間かかるかなと思ったんですけど、なんかいきなり死ねーって来てボスが出てくるとは思ってなかったんで、と不意をつきますよね。さあ相当強いんで、それかレベルが足りてるのかすら怪しいレベルなんですよね。あー防御の、あ、こうやってジャンプ、先にジャンプして、避けるっていうパターンってことですね。なるほど、なるほど。こうやって食らわないで、ちょっと防御しますか。あー、防御も効かんっすね。多分、あー、ミス！オッケーオッケーオッケー。こいつが一番ダメ。あれ？ミス！ちょっと、スーミーがあると、スーミー辛いよ。いやいやいや。ジャンプで雷を避けろってのは分かったんすけど、スーミーがきつい。ほら。後ろのスーミーが出るんすかね。ちょっと、次もっかいやるときは、竜騎士を全員前に持ってきた方が良さそうですね。基本ジャンプで雷を避けるかどうかっていうのなんで、もしかしたら後ろだったらその当たる確率が下がってる可能性があるんで、次もう一回多分リベンジしないといけない形になりそうなんで、その時は一応全員前で戦ってみましょうか。いやー全然当たらんすね。やっぱ、後ろじゃなくて前にしろと。ただ前にしたって全部当たったところで、やっつけきれるのか問題までありますからね。ちょっと風水師も、その時はもう風水師の方も、キャパシティ無視して、オール竜騎士パターン。今回でもう3回目なんで、一応1回目の対策を、1回目ダメだったとこの対策をして、で、2回目がダメだったってのは後ろにしてたからミスがバラッカだったと思うんで、そこを前列にしたらミスが減るはずなんで、ちょっと、ここで決めれると思うんすけどね。まあ今まではボスの中で、まあ抜群に強いっすね。ネプトリウムも相当強かったっすけど、それに匹敵するような、まあちょっとある意味、こいつが防御してもやられるんで、もう地形で、雷が来る前にジャンプで逃げてたいんすけど、逃げれないともうどうしようもないんすけどね。で、自信も多分、ああまあオッケー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 。でガンガン削っていきたいけど、ガルーダも結構これでミスは、あー、どういうこと、オーブ強え、1400ってどういうこと、1400ですよ。よし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 、まだこいつは一発耐えれるから、このダメージのランダミシード具合がすごいっすね。一戦行くこともありますから。強い強い、いけるよ。ただ敵の HP は相当高いと思うんで。ああ、これでやられましたね。なんとか。
もう、運ゲーですけどね。ここで、雷よりも早くジャンプ。よし。さあ、ここに勝負かけて。うわ、雷より先にジャンプ。あー、やられた。くそ、運ゲーっすね、これ。か、運ゲーよね。まあ、全員全体回復、うん。どうすかな、まあ、もう一回させてください。で、ちょっとした、HP の差額があるやつがあるんで、そこは耐えれるように調整して、で次で4回目なんで、4回目でダメだった時はちょっと4人とも竜騎士にして、武器とかも揃え直しましょうかね。さあ、もうやられっぱなしで終わってられないんで、いい加減やられたらやり返さんとあかんっすよね。やられっぱなしでやられてたら悲しいな。ない、まあちょっと運ゲー感はあるんで、うまくことさえ運べば普通にやっつけられる、若干の手応えがあるんすよね。で、さっきみたいに、いきなり、1000超えのダメージを与える可能性もあるんで、防御しても、どうせこいつは死ぬんで、うわぁ!いっちゃあかんやつ。いや、地形がミソランクになってきましたね。耐えるんじゃないかな。おし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 。ほい。いいね。ここでいかにミスラが出ないかってことが大事な気がするんで。なんかダメージがまばらすぎますね。うお。あとは雷よりも先にジャンプ。ちょっとやまた、一番ダメージ与えるやつが、やられるってのが辛い。うわぁ、しかもミス。これって、やっぱりランスの二刀流の方がいいのかな。お金で解決できるような敵とのチーム力の差額だったら、変えたいですけどね。買おうかな、ランスを。多分今のまま絶対勝てない気がするんで。雷よりも先にジャンプし続けることができれば、確かに普通に勝てるとは思うんですけど、でも、ですよね。こうなっちゃうんで、じゃあ、ケアルラ、ケアルラも意味あるよな。一人魔法、一人だけ、白魔導士の方がいいかな。一人白魔導士にした方がいいような気が若干してますね。確かどっか武器屋が空いてたところがあると思うんで、そこで買いますか。どこだったかな、どっかその法令とか条例を無視して開けてやるところがあるぞってのがあるんで、そこを、ここだったかな、確かありましたよね、ここかな。あー、ちゃうわ、封印っていうか勝手に店じまいしてるだけなんですけどね。
ちょっと待ってくださいね。大ダメージ与えるやつが装備してるのが、ウィンドウスピアなんで、サンダースピアはあんまりダメージ与えないから、ウィンドウスピア高えな、でも。一人ウィンドウ、サンダーか。じゃあ一人、こいつはウィンドウで行きましょうか。これ全然違うでしょ。ウィンドウっすよ。で、もう一人も、サンダーウィンドウ行っときますか。さあさあ、これで行ってみましょうか。さあ、何回目の挑戦かっていうようなレベルなんで。よーし。なかなか展開して全然進めないですね。ですけど、一応アイテムをこっちは相当、攻撃を強化したんで、もしかしたら、武器を二刀流にすることによって素早さが落ちる可能性があるのが若干怖いんで、まあ、敵の雷よりも早く、ジャンプするってことが大事な気がするんで、もしかしたら、防具を全部外した方が、身軽になって先にガンガンジャンプできる可能性もあるんで、ここで戦ってダメだった時は、武器だけ装備して、味方は全部、防具を外すっていうやり方もありな気がしますね。敵の雷よりも、あ！後ろにしとる！後ろにしとる。後ろにしとる。わあ、やっぱなんかそんな気がしますね。二刀流にしたから、ちょっと敵よりも、後な気がしますね。行動が。で、後ろだから多分攻撃力が半減になってるんですよね。うわ、しかも降りてから雷もあるのか。それは聞いてないぞ。自爆。まあ後ろだとミスりやすくなるんすよね。でもさっきもしかしたら雷を受けたのは、一人だけその、黒魔導士がいたからかもしれないですね。ああ、やっぱ全然ダメですよ。後ろに、後列に置くと、やっぱり、アタック率が低すぎるんで、じゃあ次は、先手を取りたいんで、防具を外してやってみましょうか。はい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 。待て、戻るがないぞ。戻る、ちょっと考えてるのは白魔導士を残すっていう手、でも、そうか、白魔導士を残すずっと降りた時に雷を食らうんで、これで、並びを変えて、で、もう風水師も、いっちゃいましょうか。ここは、竜騎士に。で、もう何もつけんと。外す。外すと。
多分これをつけてってるから重いと。で、アイテムがいっぱいだから、コール杖を、あ、いや、待て、革の帽子を捨てて、で、一人二刀流してるから、これで、これでいかがやと。一応、三パターンのチームを作ったんで、さあ、これでいってみましょうか。今んとこ、ちょっといろんな工夫しながらあいつに向かってるんで、まあ、これくらい強いから、まあ、セーブしてから、すぐ、さあリベンジマッチですよ。なんか普通そんなに格闘とかそういうのでもリベンジマッチってこんなに組んでもらえないんで、プロの世界だったらもう即クビですよね、こいつは。何回やっても勝てないってなると、まあいろんな戦法を試みながらやってる感じなんですけど、さすがにちょっと今回はある程度自信あるかなと思ってんすよね。一応全員前列で、なおかつ全員竜騎士で、雷をかわしながら、先手を止められるとか関係ないっすね。むしろ、防具抜いた時点で、食らうダメージがでかくなってるっていう。さあさあさあ、ここで、ダメージを重ねていきたい。いいね。よし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 。これで、敵の雷より早く飛ぶと。うわ!遅っ!あっかん。ですね。装備を全部外すパターンはダメだったんで、やっぱり、装備をすることによって、素早さとかが上がったりとか、してるかもしれないんで、ちょっと全員防具をするのは必須ですね。ヘルム、メイル。で、これでももしどうしてもダメだってなると、おー、で、しかもポーションで、全開だと。よし、これでやろう。さあ、これ以上はないっすよ。今、現時点で、できる、最大のこととまでは言えないんですけど、今、現時点でできる2番目に頑張れるやつ、この次に頑張れるやつは、全員に武器を買って二刀流にするっていうのが、この次の手になるんで、まあ、多分、防具をつけて、ただ防御力が上がるだけじゃなくて、先手を取りやすくなる可能性があるんで。さあ、なんかこう、勝ちへの意図が、見えないままずーっとさっきから戦ってるんで、リベンジリベンジリベンジしまくりなんですけど、ちょっとガルーダが強すぎるんすよね、さすがに。急にっすよ。で、運ゲー、よし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 、やっぱあ、オッケーオッケーオッケー。とにかくもうジャンプでガンガン押しと、押しに押すっていうやり方をしないといけないで、押し600。900!400、多いね。
これで押し続けるしかないっすね。耐えろ。よし。さあさあ、いかにミスらずに高ダメージを与えるかってことなんで。よしよしよし、いい、悪くはないです、悪くはない。まだまだ何回も攻撃で攻め込めることができるんで。よし。よしよしよし。よし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 。いいよ！これこれこれ。俺が望んでた展開。いいね、700。200か。いいよ、400。オッケーオッケーオッケー、押してる押してる。今までで一番いい展開。うわぁ、1ちゃん上やられて、あぁ、2人やられたか。6、おーし、来た！来た来た来た！これこれこれ！これを望んでました。大臣ギガメスに長いこと操られてたと。ガルーダだったんだけどね。あっという間にやられちゃうな。まだ、なんつうんすかね。王様に感情移入する前に、やられるっていう。気持ちの作り方が難しい。テキアさんありがとう。私は一瞬だが父親を疑ってしまった。そ、愛してたね。後を継いで、サロニアの王になるぞと。それは注意しだと。ありがとう、戦士たち。急になんかポップな曲が流れ出しましたね。さあ、もう自由に動けますね。ただ、全員竜騎士なんで、ジョブチェーンしないと話にならないんですけどね。何か、あなた方で役立つのあるかもしれない。何でも使ってくださいと。この一棟の一階の宝部屋への隠し通路があると。一階ね。一階にあるっていうのを知り嬉し、あ、絶対しょうもないこと言うやろ。時の神殿に眠るか。まあ、多少いいことを言った可能性があるな。いやー、強かったっすね、ガルーダは。最強の敵じゃないですか。日本好きの下に、頭脳か。南に行けってことっすね。南に行くのはいいけど、スクーテーがやられちゃってるんで、まあ、一階に隠し扉があるとは言ってたんで、ここは怪しくない？ほら。ここが一階なのかな？おぉ、めっちゃある。めっちゃルアーですけど、錆びた鎧はどうすればいいんだ？錆びた鎧ばっかよ。錆びた鎧ばっかなんだよな。どうしますかね。ちょ、待てよ。売りに行くかな。ボムのかけらとかいらないよね、もう。で、毒消しもいらないでしょ。一応これで、メデューサの矢、マインゴーシュ、ああ、シーフの武器か。種類が多いな。ってことは、一回、ジョブして、風水しに。43！ マジか。ちょっとこっから変えるのが辛いぞ。いらないの、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 デブチョコボに預けたいけど、デブチョコボもいないし、
風水師と、シーフ。ちょっと待てよ。こいつをシーフにするのには、28か。そうか。どうしようかな。バッカスの先いらない。ちょっと、身を切りますか。杖もいらん。ルーンの腕は、ルーン、小人のターンもいらんやろ。で、乙女のキスもいらない。フェニックスの内での小槌ももういらんでしょう。さあ、だいぶ開けたよ。これで、トールハンマー、ゴーレムの杖、学者の帽子は学者しか装備できないでしょ、どう考えても。あれ？ここは特になんもないのか。ああ、まだある。第一のベル、錆びた鎧、バイキングヘルム、ドラゴンヘルム、持ち物がいっぱい、第一の衣。あと一個捨てたいんで、捨てるとしたら、フルの指輪か、盗賊、第一の衣、魔導士、羽付き帽子、黒ズッキン、ブーメラン、錆びた鎧、バイキングヘルム。なんかな、捨てるなら、北極の風にしましょうか。いや、めちゃめちゃもったいないのは知ってますけど、バイキングメールか。北極の風の方が良かったんじゃないかな。ちょっとデブチョコボーに会いてえな。寝れるかな。寝れる。時間の枠としてちょっと過ぎてるんで、一回、セーブして、まあ、セーブする必要ないんですけど、一回枠変えたいかなと思います。何回もリベンジやと倒すことができました。次も頑張りたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。